こんにちは、ウルチャーです。今やっぱり、テーマパーク大人気でですね、ディズニーランドも大人気なんですけれども、私個人的にもですね、今回の、ゴールデンウィークに、ディズニー、リゾートの方に、家族で行きたいということを、密かに考えております。なんとかいつか行きたい行きたいということでずっと、行けてないので、今回のゴールデンウィークには行きたいということで、今考えてるんですけれども、パークチケットですね、これ皆さんほとんどの方ご存知だと思いますけど、入場制限があります。ワンデーパスポートとかツーデーパスポートなどなど、パスポートの種類あるんですけれども、その同じ時間帯に入場できる、リゾートに入場できる人数というのが制限されているんですよね。なのでピークの時期は、当然、ゴールデンウィークとか連休とかになるんですけども、早めに、パークチケット、ワンデーパスポートなりツーデーパスポートなりの日付入りで、の購入をした方がいいです。でもちろんそのディズニーランドの、ホテル、オフィシャルホテル等に泊まられて、必ず入れるという方は別なんですけども、別のところに泊まって、ディズニーランドに遊びに行くという方は必ず早めに日付入りのパスポートを購入しないといけません。ご注意ください。特にゴールデンウィークなどはですね、パスポートを持って行ったところで日付が入ってなければ、入れませんので、夕方になって入れても、楽しくないと思いますので、早めに日付入りのパスポートを購入しましょう。で、もともとパックツアー、ディズニーの、パックツアーで行かれる方は、パスポート付き、ファストパス付きのプランもあります。詳しい内容はこの画面の下の、コメント欄の上に URL を貼り付けておりますので、そちらから、参照ください。とにかくパークチケット予約2ヶ月前からになりますので、5月3日の場合は3月の3日ですかね、2ヶ月前からの予約、注意しておいた方がいいと思います。以上です。よろしくお願いします。